ソルトーン教は、スコットランド貴族のロード・オブ・パーラメント。1445年に、ローレンス・アバーネシーが除されたのに始まる。男子なき場合の女系継承が可能であり、女系継承によりアバーネシー家から、フレーザー家に移った。2016年現在の当主は21代ソルトーン、女教フローラ・フレーザーである。17代ソルトーン教、アレグザンダー・フレーザー陸軍中将。 ローレンス・アバーネシーが1445年6月28日にスコットランド貴族爵位アバーネシーのソルトーン教に除せられたのに始まる。イコードを爵位はアバーネシー家の男子によって9代にわたって継承されたが、9代教アレグザンダー・アバーネシーが子供なく死去したことにより、その妹マーガレット・アバーネシーに最初の女系継承が行われた。 しかし彼女も子供なく死去したため、七代凶、ジョージ・アバーネシーに遡っての女系の分流、アレグザンダー・フレーザーが十一代凶を継承した。以降は、フレーザー氏族族長の家系であるフレーザー家によって継承されてゆく。十七代凶、アレグザンダー・フレーザーは中将まで昇進した、陸軍軍人であり、ナポレオン戦争やアヘン戦争で指揮官を務めた。十七代凶、 18代教、アレクザンダー・フレイザー、19代教、アレクザンダー・フレイザー、20代教、アレクザンダー・フレイザーの4代は、スコットランド貴族の貴族代表議員に選出されて、トーリー党、保守党に所属する貴族院議員を務めた。また19代教と20代教は、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジで、最高指導者グランドマスターも務めている。 二十代教の唯一の男子は、第二次世界大戦で戦死したため、二十代教の死去に、際して、娘のフローラ・フレーザーに、女系継承が行われた。2016年現在も彼女が当主である。彼女は1999年の貴族院改革で、世襲貴族が92議席を残して、議席抹消された後も、世襲貴族議員枠に選び残されて、貴族院議員を続けている。 ありがとうございます。